湯が熱いかもしれないから駆け湯して慣れるといいよ。みんなお待たせ。飲み物と天ぷらを用意したわよ。ドニーにも食べてみる？じゃあ少しだけ。確かに普段と違うから美味しく感じるね。風情とは。難しいことを考えないで楽しむといいです。風が流れてくると気持ちいいですし、風情も感じれますよ。じゃあ風情ですか。でもポカポカして眠くなるって。ラッキーちゃん、お風呂で寝ちゃダメだよ。よいしょ。あれ出ちゃったかな。涼しいところで休ませてあげましょう。あれ起きた？あ、お風呂でのぼせちゃったのよ。他の観戦たちも露天風呂を楽しんでいるみたいね。私も慣れてなかったから。今度は大丈夫だよ。